BMI とは肥満度を表す数値です。体重を身長の2乗で割った数値が25以上の場合、肥満と言えます。週刊健康マガジン、今夜のテーマは肥満と肥満症の違いです。長崎大学病院の鎌田先生にお話を伺います。食べ過ぎ、運動不足などにより余ったエネルギーが全身の脂肪に蓄積した状態で BMI が25以上の場合を肥満と言います。ちょっと怖いお話ですが、肥満の中にもただの肥満と危険な肥満があり、死亡率に差があります。その差を生み出すのは健康状態の違いで、健康状態が悪くかつ太っている危険な肥満では死亡率が2倍ほど高いという恐ろしい事実があります。ただの肥満と危険な肥満の違いは皮下脂肪と内臓脂肪の量です。お腹の CT 画像でおへその高さの内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測り、皮下脂肪が多い場合ただの肥満、内臓脂肪が非常に多い場合危険な肥満です。お腹と太ももに脂肪がついている方は皮下脂肪が多いただの肥満、お腹がぽっこりしている方は内臓脂肪が多い危険な肥満ということが多いです。では肥満と肥満症は何が違うのでしょうか。肥満症とは BMI 25以上の肥満に肥満が原因の病気が加わったものです。肥満による病気といえば糖尿病、高血圧、それによる心筋梗塞、脳梗塞などが代表的ですが、それ以外にも睡眠時無呼吸症候群や膝、腰の痛みといった整形外科的な病気も含まれます。これらの病気になっても減量することで肥満の改善とともに病気の改善や進行の予防ができ、ただの肥満に戻ることができます。肥満症がある方は悪化しないように、病気はないが肥満気味という方は肥満症にならないように、食事、運動などの生活習慣で適切な体重管理を心がけましょう。週刊健康マガジン、次回は肥満症の治療法についてお送りします。